はい、ということで今日はですね、中国の新型コロナについてです。でですね、何回かやってましたね、何回か中国の新型コロナで、今日はですね、どんなことをやるかっていうと、やっぱりですね、他のオミクロン株よりも中国で流行ってるものっていうのは強毒じゃないかっていう、そういう話とか、あとですね、なんでこんなにもですね、中国は感染者数が多いのかとか、それはですね、こういった狙いで感染者数が多いんだとかね、そういった話していこうと思います。はい、ではまず最初はですけれども、中国全体で今ね、どんな感じになってるのかっていうね、そういった話からです。これはですね、ちょっと話題になってたんですけれども、北京大学のですね、研究者の人がね、出した数字っていうのがあって、これ結構話題になってましたね。どんな数字だったかっていうと、なんとこれがですね、すでに累計感染者数が9億人だっていう数字、まあ、そういった報告書を出したんですよね。で、これがですね、中国の全人口が14億人なんで、そのうちのですね、64% が感染していて、9億人感染してるってね、そういう計算になるんだそうです。で、これがですね、どんな計算をしたかっていうと、だってこれね、中国っていうとね、全体の数字とか全然発表しないですからね、どんなやり方でこういった数字になったかっていうと、これがですね、あるミクロなエリア、だからまあ、なんとか省か、もしくはもうちょっとちっちゃいエリアで、そこでですね、発熱とか、咳とかね、そういった単語の検索数を調べたりとか、人々は検索するわけですよね。体調が悪くなったらね、検索するんですけど、そういったね、検索された数とかを調べたりとか、あとですね、単語の検索数を調べたり、アンケート調査などをして、どんな結果になるか。だからね、これ多分ね、このエリアではどのぐらいの発熱とか咳とかで検索してる数があって、そしてですね、そのエリアではこのぐらいの感染者数、感染率だったっていうのを、まあ、アンケートかなんかでわかるんでしょうね。で、そこで数字が出ますよね、あるエリアの。で、それをですね、国全体に当てはめてみたと。まあ、だから、国全体で分かる数字っていうと、まあ、アンケートは難しいかもしれませんけれども、発熱とか咳のね、検索数とか分かるじゃないですか。そこからですね、多分国全体の感染者数、感染してる率っていうのを出したんでしょうね。そうすると、中国全土で 64%、それが9億人がすでに感染してるっていうね、そういう結果になったらしいんですよ。そういう報告書をですね、中国の北京大学の研究者の人が出したと。まあね、多分合ってるんじゃないかと思っちゃいますよね。だってこれ、中国から入ってきてる、日本に入ってきてる人のね、数十パーセントが感染してるわけですから、もう本当にそうなんじゃないかと思っちゃいますよね。だってね、本当に体調が悪い人ってのはね、まあ、動いたりとかして日本に来なかったりもするわけじゃないですか。なのに日本に入ってきてる人のですね、数十パーセントが感染してるわけですからね。そうするとね、余裕じゃないかと思っちゃいますよね。余裕で全人民の 64%、9億人がすでに感染してるってね、そんな感じだろうなって思っちゃいますよね。で、次にですね、今ね、中国全体で9億人感染かって話ですけども、次にですね、もう少し絞ったエリアだと、これぐらいですね、もうね、なんか僕自身はこれ、なんとなくもうピークアウトしてるんじゃないかと思ってたエリアなんですけれども、これがどこかっていうと、上海なんですけれども、どうもこれ、上海がですね、今が一番やばい、ピーク、まあ、もっと行くかもしれないですけど、今が一番やばいんじゃないかって状況になってるらしいんですよ。だからとりあえずですね、ピークアウトはしてないってことなんですよね。で、これちょっと読んできますね。まずですね、こう書いてあります。中国疾病予防センターの専門家は、新型コロナの感染拡大は北京市や天津市などではピークを超えたが、上海市や重慶市、安徽省、湖北省、湖南省では深刻な状況になっていると述べた。で、実はね、今読んだところっていうのはこれ12月29日の言葉だったんですよ。そういうのもあったんでね、僕はちょっとね、もう今言った上海とか入ってましたけれども、ピークアウトしてるかと思ってたんですよ。でもこれがまだ今がね、最悪、より最悪らしいんですよね。こうあります。でもこれが上海の国際病院パークウェイ医療に7年間勤務する友成明子医師は、まあ、だからね、上海に住んでる日本人の医師ってことだと思うんですよね。友成明子さん、そういったお医者さんです。この人が言うにはこう言ってます。1月上旬から中旬頃が上海の新型コロナ感染がピークではないかと指摘する。病院の状況は年明けから非常に忙しくなっていて、患者も中等症から重症の方が増えている印象があります。1月の上旬から中旬頃にかけてが上海の感染状況のピークなのではないかと思っています。で、今病院の発熱外来に来ても8時間待つなんてケースもね、あったりとかね、そういう話もしてくれてます。まあだからね、医療崩壊ですね、医療崩壊。だってね、具合が悪くて来てですね、それで8時間待つわけですからね、医療崩壊起きてるとね。で、さらにこう言ってます。現在はほぼ満床で一般病床にも患者が溢れ出ているような状況です。皮膚科などで普段は呼吸器を使わないような医師が呼吸器を使って患者を診るような状況になっていますと。皮膚科のお医者さんを見たりとかしてるっていうね。で、さらに2020年にコロナの感染が出始めてから病院がここまでになることはなかったです。今は本当に目の前のことをこなしているというのが現状です。先のことは考えられないって感じなんですよね。現場の医師さんはこんな感じなんですよね。で、さらにね、ちょっとここから怖かったのが、これ現場の医師の感覚として、
だから日本人の医師の人が言ってるんですよ。こう言ってます。中国に住んでる人ですよ。この人が中国で今流行している新型コロナウイルスは比較的症状が弱いとされているオミクロン株なんですが、他の国のオミクロン株は症状が弱いとかただの風邪とか言われていますが、中国のオミクロン株は全く侮ってはいけないと思います。他の国とは比較にならないくらい中等症患者、重症患者がいるのではないかと思います。ただ中国では感染者の正式な数字が発表されないので、本当に同僚の口コミや体感的な話になるのですが、今後は中等症や重症の患者がどうなっていくのかがポイントになると思います。ってことで、なんかね、これね、今のところですね、中国の新型コロナの株ね、変異株ですけれども、これがね、危ないっていう話はニュースとかで出てないんですけれども、現場のね、中国にいるお医者さんはこういうふうに感じてるっていうね。で、ただね、これ、今言ったように結構ね、結構な感染者数がいて、で、もしかしたらね、株も、まあ、オミクロン株の変異株、これ危ない株になってるんじゃないかっていうね、そういう話があるんですけれども、なのに、中国、これがすごい特徴的だなと思うのが、ちょっとここ覚えておいてほしいんですけど、こういうふうにあります。なのに一方で今上海の街を歩いている分には全く何も起きてないような通常の人出に戻っています。上海の観光名所には多くの人が集まっています。しかし病院の敷地に入ると患者が溢れていますし、病院の中はごった返しています。病院と日常のギャップがすごいですって言ってるんですよね。なんかね、すごい不思議な、人流はだから普通だってことなんですよね。で、さらにですね、これから中国であるのが中国のお正月、まあ旧正月、春節ですよね。これからですね、1月22日から春節なんですけれども、ただこれ、1月22日が日曜日なんで、その前のですね、土曜日、1月21日の土曜日から1月27日までお休みなんだそうです。まあこれね、きっとね、これみんな休むのはね、2週間ぐらい休んでるんで、もっとあると思うんですよね。で、ここでどうなるかっていうと、だからここでですね、すごいね、人々が大移動するってことが起こるんですよね。だからね、実家に帰る、帰省したりとか、旅行なんですよね。日本に来る人もね、すごいいると思いますよ。まあ来れるんだったらね。で、さっきのですね、上海に住んでる日本人医師の人が言うには、さらにね、この春節で感染者がさらに増えるだろうって言ってましたね。はい、そんな感じなんですけれども。で、これがですね、もうなんでこんなにね、短期間で中国でね、急速にね、感染者が増えてるのかっていうと、やっぱりですね、さっきあったようにね、見事なほど、何もですね、中国政府はね、規制とかしてないってことだと思うんですよね。病院は満杯ですけれどもね、街や観光地は人が溢れてるってことですからね。で、だからこういった状況ね、いくらなんでもちょっとおかしいんじゃないかと僕思ったりとかもするんですけれども、で、それについてですね、ちょっとね、二つ紹介していきます。で、まず一つ目。これがですね、まず最初が政治ジャーナリストの清水勝彦さんがこう言ってます。これね、ちょっと記事を紹介するんですけど、ちょっと細切れにしてね、気になった場所だけ紹介していきます。これこうあります。こうした中、注目すべきは習近平総書記の思惑である。コロナ感染者の爆発的な拡大を招いているのは、習近平指導部が拡大を食い止めるための努力を全くしてないためだ。ゼロコロナ政策が遂行されていた期間には、中国共産党最高意思決定機関の中央政治局や政治局常務委員会が幾度となくコロナを議題にした会議を開催してきた。ところが、2022年12月7日、政治局の会議でゼロコロナ政策を方針転換させて以降、めぼしい会議は開催されていない。ってことで、だからですね、コロナ対策で何か規制するとかしないとかどころじゃなくて、今の中国ではですね、もう、なんか会議とかね、新型コロナ対策の会議さえ開かれてないっていう状況らしいんですよね。で、続けてこう書いてありました。さらに背景を探れば、国民全員を感染させることで、ウイルスの変異株への免疫をつける狙いがあったとも考えられる。習近平指導部は日本や欧米諸国などが複数回のワクチン接種によって集団免疫をつけようとしているのとは対照的にあえて対策を取らず自然感染によって同じ効果を狙っているのではないだろうか。だとすれば中国の国民は気の毒と言うしかないって言ってるんですよね。まあだからですね、人は早くね、多めに死ぬんだけれども、国とか経済に関してですね、全員ね、さっさと感染させた方がですね、早く収束して回復するってことなんですよね。ただその分ね、さっき繰り返しますけれども、その分ね、早めに、そして多めに人は死にますけれどもね、その方が。みんな感染するとね。ただその代わりに、国とか経済自体は早めに回復していくってことなんですよね。みんな感染してしまえばね、そうなりますよね。もうだからね、これ、こんなことはね、中国ぐらいにしかできない政策、もうコロナ放置政策だというね、そんなことなんですよ。積極的感染政策っていうね、死の政策なわけですよ。それが行われてるんじゃないかっていうね。前も言いましたけれどもね、日本ってのはですね、3年間、コロナが始まってから3年間で3100万人が感染してるんですよ、累計で。だからね、まあ簡単に言うと、4人に1人が感染してる。感染率 25% とかなんですけれども、3年間でですよ。
それが中国はですね、もう1ヶ月ちょっとで感染率がですね、64% っていうね、ものすごい違いというか、ものすごいことしてますよね。そして、次にね、もう一個紹介したいのが、まあ似たような内容になるんですけれども、これがですね、誰が言ってるかっていうと、石兵さんです。皆さん知ってますよね、石兵さんね。だから、中国人だったんですけれども、中国からね、日本に住んで帰化していて、日本人になってるんですよね。で、めっちゃ中国が嫌いな元中国人の石兵さんですね。で、今ですね、中国は何かですね、コロナに対して対策を打ってるのかっていう質問に関してこう言ってます。石兵さんが、いえ、何も打っていません。打たないからこそ、これほどの爆発的な感染拡大が起きているのです。中国政府は手を打たないというより、感染拡大に任せるというような状況です。逆に感染拡大が進んでほしいと思ってるとしか考えられません。ってことで同じこと言ってるんですよね。むしろ感染させようとしてるってね。あとですね、それとやはり言ってたのが、年金を出すお金が中国は足りないから、高齢者の人にですね、早めにちょっといなくなってほしいってそういう意図があるっていうね。やっぱり石兵さんもそう思ってるっていうね。あとですね、石兵さんは中国経済はですね、これで、このやり方で急速に回復するんじゃないかっていう、ね、そういう問いに対しては、国民の反感を買う可能性があるんで、そうはならないって言ってましたね。あと他にもですね、中国で流行ってる今のね、変異株っていうと、今までのものとは違うんじゃないかってね、もっと危ないものじゃないかって言ってましたね。ここはですね、僕とはちょっと意見違うんですけれどもね、僕はですね、もしね、中国で危険な変異株が流行ってるんであれば、他の国でですね、もうさっさとね、変異株とかの解析で見つかってると思うんですよね。あ、僕の意見はそんな感じです。あとですね、中国経済のコロナへの耐性が他の国よりもですね、ついてしまって、早めに中国経済というのは回復するんじゃないかって、その意見に関しては、石兵さんは否定してるんですけれども、僕はですね、これ、石兵さんっていうのはね、めっちゃ中国嫌いだからそう言ってるだけなんじゃないかちょっと思ったりとかするんですけれどもね。僕はちょっとね、そういうのあり得ると思ってます。中国経済のね、急激な回復ってね、まあ、そして今後ですね、結構しばらく安定するってね、他の国と比べてるんですけど、それあり得るんじゃないかってちょっと思ってますね。あとですね、ちょっとね、これついでの話なんですけれども、これちょっとまた別の話ですよ。これちょっとついでの話なんですけれども、中国がですね、コロナから急回復するとですね、逆に世界経済に良くないっていうね、そういったニュースあったんですよ。これがちょっと面白かったんですよね。で、これがなんでかっていうと、これですね、普通だったらね、中国経済回復すると消費とかが増えるんで、世界経済にとっていい気がするじゃないですか。なのにこれ世界経済にはね、マイナスだって言ってる人がいて、その理由として、これがですね、中国経済が急回復すると、消費がですね、いきなり激しくなって、さらにですね、今起こってる問題のインフレとか金利の上昇を招くってね、そういうふうに言ってる人、まあそういうニュースがありましたね。まあこれね、本当にそうなるか別として、ちょっと面白い考えだなと思いました。はい。ということで今日だいたいこんなところなんですけれども、だから中国はですね、もう一気にですね、国民全員に感染させてですね、死ぬ人は死んでよくて、まあそれでいいって考えてるんですよね。で、どこの国よりも短い期間で感染率、免疫を持った人の率を上げて、中国経済をですね、一気にね、コロナから回復させるっていうね、そういったことが起こるかもしれないってことなんですよ。僕起こるかなと思ってますね、これね。だから、まあ今ね、中国の株価っていうと、ハイテクだけに限らず上がってきてるのかもしれませんね。いやー、だからね、本当に中国って独特っていうかね、マジでちょっとね、恐るべし中国ってちょっと思いましたね、僕は。はい、ということで、あ、もちろんあれですよ。恐るべし中国って褒めてますけれども、でもね、住んでる国民としては最悪ですよ。僕は住んでないからそんなこと言えますけれどもね。はい、ということで、今日はね、こんなところでございます。